皆さん、こんにちは。ワンダーリグルビーチです。今回は、新ギレンの野望から、ゴップテイドクを主人公にプレイをしていきたいと思います。新ギレンの野望に、ゴップテイドクを主人公にするシナリオはないんですが、まあ、仮にですね、ゴップテイドクが主人公だった場合に、レベル将軍でどう対峙して、どうジオン軍と戦っていくのかというのをね、皆さんと一緒にプレイできたらいいかなというふうに思っています。で、今回は、まあ、ゴープ提督を使っていく以上はですね、V 作戦。連邦軍のモビルスーツ開発計画に関しては完全に凍結していこうというふうに思っていますので、今までと違ったプレイができるんじゃないかなと、怖くもあり、楽しみでもありという状況です。では早速始めていきましょう。宇宙世紀00791月3日、スペースコロニーサイド3はジオン公国を守り、地球連邦政府に対し宣戦を布告。後に一年戦争と呼ばれる戦いの始まりである。ジオン公国は巨大人型兵器モビルスーツを戦いに投入し、物量で勝る連邦を圧倒する。開戦よりわずか40時間で3つのサイドは壊滅し、28億もの命が失われた。だがこの凄惨な殺戮劇はジオンの真の目的の前では単なる呪曲でしかなかったのである。ジオンは空前絶後の計画を実行に移した。スペースコロニーを強大な弾頭に見立て地上に落下させようというのだ。目標は南米、連邦軍本部、ジャブル。落下するコロニーは連邦軍の必死の抵抗にあり、大気圏突入後に崩壊、大きくコースを外れてしまう。ジオンは作戦の失敗を挽回すべく、サイド5、ルームに対し攻撃を開始。一方、連邦はレビル将軍率いる宇宙艦隊を、ルナ2から発進させた。両軍の戦力比は3対1、圧倒的に連邦軍が上回っていた。しかしこの戦いはジオンの圧倒的勝利によって終結する。モビルスーツの威力を前に連邦艦隊はただなすすべもなく撃破されていた。連邦軍の基地アナンクの中は激しい戦闘により大破し、脱出を試みたレビル将軍もジオンの捕虜となってしまうのだった。ジオン政府はルームでの華々しい戦果を武器に連邦政府に対し休戦条約を申し入れる。敗北を喫し疲弊した連邦にとってそれを断る気力はもうなかったかに見える。ジオンが提示した休戦条約は連邦に対する事実上の降伏勧告であった。連邦に戦争を継続する力はもう残っておらず、この条約の受け入れもやむなしと思われた時、奇跡は起こった。捕虜として収容されていたレビル将軍がジオン本国を脱出し帰還したのである。そしてサイド3で目撃したジオンの苦しい内情を暴露し、戦争の継続を訴えたのである。この演説によって連邦軍首脳は戦争の継続を決意する。結局この日は軍事条約の締結のみにとどまり、ジオン公国は地球侵攻作戦を決定。戦場は宇宙から地上へと拡大していくのである。3度にわたるジオンの地球降下作戦によって地上の約半分がジオンの勢力下となり、我が軍は多大なる被害を被っています。しかしこれまでの戦いによってジオンは我々以上に消耗しています。きっかけさえあればこの劣勢を挽回することは
決して不可能ではありません。将軍、レイ大尉から連絡です。開発部より報告いたします。ジオンのモビルスーツに対抗する手段として検討を行っていた V 作戦にようやく実現のめどがつきました。ジャブロー本部の承認さえ得られれば我が軍でモビルスーツを開発することが可能です。はい、まずはですね、地球と宇宙それぞれの状況の確認から始めていきましょう。まず地上ですが、拠点数でいうとですね、ジャブロ、トリントン、ベルファスト、マドラス、ここまでが地球上の拠点4つですね。そして宇宙ではルナ2のみというのが残された連邦軍の拠点になります。今画面に映っているのが南米ジャブローですね。ここに入っている部隊はフライマンタ、あとは61式の戦車、まあ、いわゆる旧式の兵器ばかりですね。その他ですね、ベルファスト、ここも同じです。部隊は61式戦車にフライマンタが主力というところですね。あとインドマドラスも同じような状況になっています。まあ、この苦しい状況をどう打開していくかというところなんですけども、まずですね、 V 作戦は、まあ、今回は発動しない、まあ、そういうプレイを行っていきますので、重要になってくるのがフライマンタだったり61式戦車だったりっていう、まあ、いわゆるモビルスーツじゃない兵器、これをいかに大量生産していくかというのがポイントになると思いますので、しっかりですね、資源とお金と管理して生産を行っていきたいというふうに思っています。で、10ターン経つとですね、いよいよ連邦軍の反攻作戦が発動できるようになります。最初の目標がこの北京、中国になりますので、まずはですね、10ターン経過するまでの間にできるだけ多くの戦車と航空戦力を用意して北京攻略の準備を整えていきたいと思います。あと人事面ではですね、特に宇宙に配置されている人材、これをですね、一部地上に下ろして地球上で戦ってもらおうというふうに思っています。ちなみにレベル将軍は予備役入りを決定したいと思います。では時間を進めていきましょう。では時間を進めてきました。なので侵入はできない状態なんですが、すでに北京にはジョン軍のザクが大量に配備されているので、我々もですね、まずこの北京一帯を取り囲んでザクを外に出さないような作戦を考えています。ご覧のようにフライマンタ、デブロック、あとは61式戦車なんかをこの北京に進行させています。生産に関してはですね、主に61式戦車とあとデブロック、フライマンタ、これらを大量に生産しています。どこまでこれで戦えるかという不安はもちろんあるんですが、とにかく今はですね、物量作戦にものを言わせてしっかりと数を作っていきたいと思います。このドップ相手にですね、戦う分には十分な戦力になっているんですけども、ザク相手にするとやっぱり結構しんどいですね。こっちから行くぞ。まあ、できるだけ損害を受けないようにしたいので、傷ついたら一度ミディアなり本拠地なりに戻して回復してからまた戻ってくるっていうね、そういう形でお金と資源を節約できるようにうまく戦っていきたいと思います。まあ、物量作戦とはいえ資源もお金も無限ではなく有限なので、物量作戦を実行するための節約というのはしっかりやっていきたいと思います。V 作戦だけでは我が軍は戦いに勝利することはできません。先の大戦で失われた宇宙艦隊の再建を果たさねば我が軍の勝利はありえません。宇宙艦隊再建計画ビンソンを提案します。開発部より
はい、今ビンソン計画の提案がありましたが、これはいわゆるサラミスマゼランなんかを改良する計画になりますので、ビンソン計画に関してはですね、この後発動をしていきたいと思います。ではまず兵器の改良状況をご紹介しておきたいと思います。セーバーフィッシュ、デブロック、フライマンタ、これらに関してはですね、出力と航続距離、推進力ですね、これをマックスまで上げています。61式戦車に関しては火力をマックスまで上げています。耐久力に関してはジョン軍のモビルスーツが強化されるに従って上げてもあまり意味がないほどに脆弱なものになるので、もう攻撃力と移動力だけ改良を行って能力を上げています。新兵器の開発ですが、対潜水哨戒機、これ開発しておきましょう。もうすでにですね、物量作戦を決行しているというのもあって、生産上限いっぱいいっぱいに達しているものがいくつかあってですね、航空機をちょっとでも作るためにはどんなものでも欲しいというのが現状になっています。なのでこの辺りはですね、作れるものは全部作っていこうと、そういう状態ですね。航空に関して言うと、もうすでにデブロックが50分の50でマックスになってますね。でファンファンとか作ってももう意味がないんで、あとはフライマンタですが、これが80分の67まで来てます。さらに資源も枯渇している状態なので、ここはですね、ビンソン計画の開発、計画の発動と同時に今後ですね、資源の購入というものもやっていきたいと思います。はい、ビンソン計画を開始します。開発部の報告をお待ちください。資源は金で買っていく。でさらにですね、今ジャブローに敵の攻撃を受けてまして、これをしのがないと、話にならないというのがあるので、今ここに慌てて部隊を輸送しています。これで迎え撃とうという作戦ですね。攻略作戦が発動できる10ターン目までこのまま進めていきます。ここに敵のマッドアングラーがいるんですけども、中には水陸両用ではなくて恐れなくザクが入ってると思うので、こんな形で取り囲んでしまって撃破するまで外に出さないっていうね、ちょっとせこいですけども、物量作戦らしい戦い方をしてマッドアングラー隊を沈めていきたいと思います。マイク、お前は調子に乗りすぎるところだ。了解。おい、待ちに待った敵兵攻略作戦発動していきましょう。21ターン目でようやく反攻作戦が行えるという状態になりました。現在の状態確認していきます。まず宇宙なんですが、ルナ2で攻防戦展開中です。ここなんとか持ちこたえたいかなというふうに思っています。地上の方はですね、オーストラリアトリントン基地から早速北京攻略の部隊、今画面に映ってますが、この爆撃隊を出撃させています。で北京までちょっと時間かかりそうですが、なんとかしたいと思います。一方マドラスの方は大部隊編成中なんですけども、ここがですね、敵の攻撃を受けていて、今すぐ部隊を出撃させることができない状態ではありますが、この後ですね、敵部隊を追っ払ったら、このマドラスからも北京攻略隊を出していきたいと思います。その他ベルファストとジャブローに関してはですね、生産を行って各地に輸送を行っていきたいというふうに思います。肝になるのがですね、ルナ2、ここがこらえられるかというのと、あとは北京が取れるかどうかというところですね。北京を取れるかどうか、一番重要な戦局を左右する局面になると思うので、デブロックを中心とした爆撃隊を出して、ただデブロックとか航空機は制圧占領ができないので、制圧占領要員としてミディアで61式の戦車も合わせて輸送していきます。ここから本当に厳しい戦いが始まっていくと思うんですが、なんとか勝利のために頑張っていきましょう。ではマドラスに敵部隊が集中している今のうちに、この北京に爆撃隊をそろそろと近づけていきます。寄り道はせずに
F1 機戦車も輸送を行っていきましょう。まず北京を一つでも取って、モビルスーツがなくても、なんとかなるよ、戦えるよっていうね、ちょっとそこを見せたいですよね。では、北京攻略作戦も発動していきます。北京に関しては破壊工作を行いましたので、防衛力がマイナス2になってますね。ただ敵は、ジオンは、すでにズゴックの生産を開始してますので、本当に苦しくなってきた状況になってます。ビッグトレイは、数少ない使える機体になると思うので、すぐにでも開発しましょう。あと、潜水艦もね、新しいものを開発していきます。ビクトレイに関しては倍額投資だな。倍額投資しても一刻も早くビクトレイの生産を開始したいと思います。では北京に侵入していきます。母体数それなりにいるようですが、このまま手をこまねいていても始まらないので、とりあえず侵入して様子を伺っていきたいと思います。まあ、ザクはどうにかなるにしても、ズゴック、ゴックあたりは、ちょっと手が出ないかもしれないですね。すごく心配はしています。このズゴック2に対して、まあ、パイロット誰も乗ってないフライマンタですけど、攻撃を仕掛けて、どれくらい削れるか、見てみましょうか。これで絶望が待っているのか、希望が待っているのが、ちょっと見えてきますよね。さあ、あとはですね、このマドラスなんですけども、敵部隊追っ払ったんですけども、ご覧のように続いて敵がやってきていて、部隊を出撃させることができるような状況には残念ながらなっていない状態ですね。もうしばらくここではですね、敵部隊を食い止めるということに専念したいと思います。ではこの戦闘状況を確認します。ゴックに対して果たして有効なのか。3分の1、4分の1かな。9機で攻撃かけて4分の1しか削れてないっていうのは、この先ね、思いやられますね。さあ北京の状況を確認していきます。いやー、北京の周り、これ、アッザムがいるな。アッザム。あとは、ザク。ここにもアッザムがいる。ズゴックもいますね。これはちょっとしんどそうだな。とりあえず目の前にいる敵を倒していきましょう。今回、戦車はまだ到着していないので、補給することがね、ちょっとできないので、様子を見て一度撤退になるかと思います。20ターン経過しないと反攻作戦ができないっていう仕様になっているのが、この新ギレンの野望堂、モビルスーツ使用禁止の厳しいところですね。開始、まあ4ターンか5ターン目ぐらいで北京に張り付くことができるので、そこで、攻撃を開始していればですね、あるいは北京ぐらいは早々に攻略ができるんですけども、 V 作戦を行わない場合はですね、 V 作戦が終了するのが10ターン、その後10ターン経って20ターン経つと、先ほどご覧いただいた北京攻略作戦が発動できるっていうフェーズに変わるので、一番早くても21ターン目なんですね。攻撃ができるようになる。まあ、ここはグフを撃破しましたが、なかなか苦戦が予想されるズゴックが接近してきてますね。
ズゴックももうこの時点でかなり強敵にはなってるので、このまま一度敵の状況を確認したので撤退して戦車部隊と合流して陸路で攻撃をしていきたいと思います。はい、マドラス基地からも敵を追っ払いましたので、マドラスからも北京攻略隊を送っていって、なんとかまず最初の敵の拠点北京、ここの攻略完遂できるように頑張っていきたいというふうに思います。今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、本当にここは皆さんのアドバイスが全てだと思いますので、お気づきの点とかアドバイスとかあればですね、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければと思います。で、難易度はノーマルで行っていますので、まあ難易度をねイージーに下げたらどうかとか、ベリーイージーに下げたらどうかとか、まあそういうアドバイスでも結構ですので、何でも結構ですのでよろしくお願いいたします。